どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回ですね、こちらのエドワード・グリーンのサウス・ウォールド、久々にね登場すると思うんですけど、私も久々に見ました、この靴。さっきね引っ張り出してきたんだけど、前回多分磨いて、なんかどういう磨き方したんだか、結構光ってんだけどね、全然履ける状態なんだけど、ね、この靴ね、もともと茶色だったんだよね。でさ、なんか変な色だったんですけど、なんか茶色なんだけどさ、別に普通の茶色なんだけど、なんかツヤがやけにあるというか、気持ち悪い感じだったんで、確かね、そのツヤをね落としたんだよね。でもあんまり落ちてないというか、まだツヤ普通に、なんか変なツヤあるよね、ほら。ちょっとあれなんだっけ、レザーフィックスか、塗ったみたいなツヤがあってさ、なんか変だなと思って。でね、確かね、最初なんか赤紫じゃなくて、なんだっけ、黒紫かみたいな色にしたんだよ。これになんか紫が混じってるような。まあ履かなくって、全然履かなくて、いやこれいらねえなってぐらい履かなかったんだよ。まあ、そんな色だからさ、履けねえんだよ、そもそも合わせらんないっていうか。でしょうがないから、じゃあ履けるように黒にするかってことで黒にしたんですよね。こうやって真っ黒でしょ、したらね、履かなかった。履かねえのかよと思って、履けよって感じなんだけど。そう、私この靴ね、デザイン好きなんだけどさ、なんかあんまり気に入ってないっていうか、なんだろう、やっぱデザインがなんか変なのかな。個人的に嫌いじゃないんだけど、変なのかもしんないよね。こう合わないというか、どんな格好にも。でさ、私ね今回ね、ふとネイビーの靴って一切持ってなかったの。今までも、スウェードはあるんだけど、こうスムースレザーでネイビーって私持ってなかったなぁと思って。で、欲しいなぁなんて思ってたんだけど、ちょっとこれクラック入ってね、なんか。なんか表面の割れか？クラックなのか表面の割れなのか。そのワックスじゃなくてさ、レザーフィックス的な、ほら、なんか細かいの入ってるよね。うわー、なんか怖えなこれ。今から汗飛んでがっつりやってやるっていうのに。いや、そうだからさ、ネイビーにしてみようかなと思いまして。で、私ネイビーの靴を持ってないから、まあ自分で染める方がいいなと思って、何の靴を染めようかなと思ってさ、ピンとこれが思い浮かんで、これをちょっと使ってネイビーにしていこうと思うんですけど、果たして黒からねネイビーにできるのかっていう。わしはね、ヤスさんじゃないからね、ヤスさんみたいに黒い靴を茶色にしちゃうみたいなさ、すげえことできねえから、とりあえずちょっとリグロインでこうして、結構ねワックスとか多く塗ってある感じあるから、まあワックスとか残ってんとさ、クリームもローブンが残ってんと良くないから、染色するのにさ、うわこれクラック入ってるっぽいな、これクラックだよね。このさ、これ見える、これほら、なんかこれ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 、シワっていうかクラックっぽいんだよな、なんかなんかこれ油分多くね、なんか気のせい、気のせいか、もうすげえ油分多い感じする。全体的には全然スベスベなんだけど、リグロインやった途端に浮き上がってきたのかな。
いや、そういうの厄介だな。やっぱリグロインやんとね、油分浮き上がってくんだよ。油をさ、取ろうとするから表面に浮き上がってきちゃうんだよね。でさ、これさ、ちょっと白くなってるね。ほら、ここチャーチを汚れ落としするとよくなるあれがいいかもしれない。ただな、紺色が勝るか勝らないかが分かんねえわ、この色に。まあ、もちろんね、アセトン使ってがっちり落としていくんだけど、だ今日はそんなにやんないと思う。もうなんならアセトンやって終わりとか。ちょっとね、別に今日中に仕上げたいとかじゃないから、なんとなくだらだらこの靴をネイビーにしたいなって思って。本当は昨日取ろうと思ったの。え、すげえ笑ってね、これ。ほら、さ、なんだこれ、とんでもねえことになってんぞ。いつの間にかこんなあったっけ、もともと。オールソウル案件じゃん、これもう。マジかよ。いやー、これちょっと嫌だなあ。いつネイビーの靴履いてんのに、つま先笑ってるよって言われちゃうじゃん、これ。いや、そういえばさ、靴磨き大会、世界大会だからあったんだね。まだやってんだよ、まだあったんだ、そんなのって思っちゃった。もうどっくりされたかと思ってた。あれだよね、一時コロナかなんかでさ、やんなくなったんだよね。違ったっけ、やってたんだっけ。やってないよね。そう、私コロナ前に一回ね、予選かなんか、世界じゃないよ、日本大会見に行ってさ、ふーんって思ったけど。なんか靴磨き大会っていうよりかは、どっちかっていうとタイムアタックだよね。靴磨きタイムアタックみたいな。そんで私がなんかよくわかんない動画を撮った記憶はあるけど。いや、この靴なんか結構ボロボロだな。結構メダリオンかね、なんかつながりかけてんだよね、ちょっと線入ってつながってんだよね。絵を描くときにさ、なんか絵を描くって言ってもあれね、デジタルで。ほら、ペイントの、一気にさ、その面をバッて色つけるあれあんじゃん。あれをうまく、こう、なんか色味をさ、変えるときとかにさ、色味を変えるっていうか、なんていうのかな、広げるときに、わざとさ、例えばこの靴さ、描くじゃん。これを、今これ絵だとします。今真っ黒状態ですと。そしたらここに、ピーって線引いて、ここまで。で、なんていうの？ここは違う色になって、ここと、ここは同じ色になるっていうさ。で、まあ、そんなのさ、ポンポンってやればいいだけじゃん。そうじゃなくて、もっとね、面白い機能がいっぱいあるんですよ、あの。なんか虹色にできたりとか。だ、あれ面白いんだよ。私、昔はアナログ派だったんだけど、なんかデジタルになれたから、もうデジタルにしかいられねえと。アナログに戻れねえってな。マジで戻れなくなった。だからうまく描けねえの、アナログだと。すげえずれるっていうか。で、ついついね、なんか戻るボタンを押そうとしちゃう。あれ良くないね。なんか良くないよ、あれ。すごいインスタント化されちゃったような感じ。絵が。絵を描くっていう行為の、なんか、価値っていう、重みがね、すごいなくなっちゃった感じあるね。まあ面白いんだけどさ、やっぱでも本当に描きたいときは
やっぱアナログの方が個人的にはいいかなって思うんだけど、でもね、普通にデジタルで本気で描いたってめちゃくちゃ綺麗な絵仕上がるからさ、むしろそっちの方が綺麗だったりするから、味はないけどって。でも私ペンタブで描いてるわけじゃないんだけど、ペンタブ持ってんだけどさ、使いづらくて、あのスマホのスケッチです。スマホの無料ですよ、無料、無料のさ、スケッチアプリでひたすら絵描くって楽しいんですよね。ドハマりしちゃうからさ、あれあれね、平気で2時間3時間描いちゃってるで、気づいたらなんか充電がすげえ減ってるとか結構あるよ、はあ、やっと10分かかって、やっとなんか、まあ、リグルインまでしかやってないけど、こんな感じ、まあ、落ちそうだよね、色は。これネイビーになんじゃない、ほらこんだけ落ちれば、ビフォーアフターよ。すごいね、ほら。すげえよ、これは。え、ちょっとさ、あえてのこれ、アセトンやってみる？私、基本的に交互で、作業をする、ようにしてるんだけど。ちょっとこれ、あえてアセトンやりてえな、先に。で、ビフォーアフターの差をさ、より。うわ、やっぱ、いったやっぱ、いったいったいった待って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 。え、やっぱ、なにこれささくれに、ささくれにめっちゃくちゃ染みたんだけど、今。え、汗と言った。ふざけんなよってくらい痛かった、今。やっべえ、これ。なにこれ。すげえ痛かった、今。尋常じゃない痛みよ。ビリ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 ってきたからね。え、やめたくなってきた、アセトン。今日アセトンやめたくなってきたわ、マジで。俺、ささくれぐらいだから1日置けばさ、だいぶ良くなるしさ。ちょっと人差し指使えないっていうのすげえやりづらいんだけど、なにこれ。こんなことやったの初めてだよ、もう。なんだよ、これ。すげえやりづらい、これ、マジで。もっとちゃんと負けるか。それこそね、靴磨きのあの、こういうのやった方がいいか。でもね、あんまりこれやりすぎんとさ、面変えるときにめんどくさいから。いやー、色、なんかもうこっから落ちにくそうだな。いや、アセトンはね、あの、こう、こするよりも、垂らす方がね、効果的なんですよ。まあ、わかんない。まだ乾いてないだけかもしんない。アセトンのその液体がほら水がかかると濃くなるみたいな、そんな感じで乾いてないだけかもしれないけど、まあちょっと全体的にとりあえずやっとくか。この靴さ、かっこいいんだけど、このさ、吹き出しみたいなやつのさ、エドワードグリーンあるある、これがさ、すっげえ塗りづらい、塗りづらいっていうか吹きづらいっていうか、あの尖ってるからさ、いや、なんかこれ綺麗な色でね、そもそもが。ほら、なんか、なんだろう、この色。緑と水色、深緑と水色混ぜたみたいなさ、ほら。ちょっと迷彩チックで。なんかさ、あの、結構グレー系のデニムみたいなのに合いそうじゃないこれ。すげえ合いそうだよね、これ。え、この色よくね、なんかほら、無駄に。グレーの靴ってさ、持ってないけど、それも持ってないな。私ね、紫の靴もね、なんか昔持ってたけどさ、やっぱいいなって思って。欲しいな、紫も。いや、なんか別の動画でも言ったんだけどさ、私最近断捨離をね、しまくってるのよ。なんかこう、物がいっぱいあるってことはさ、私にとってすごく嬉しかったんだけど、すごい疲れるというか、なんか、あれもしなきゃ、これもしなきゃって言って、なんかゆっくりできないんだよね。物がいっぱいあると。っていうか、趣味がいっぱいあるとっていうか。私結構多趣味っちゃ多趣味だからさ、
まあ別に一般的っちゃ一般的なんだけど、例えば車が好きだとかさ、本物の車はね、そんなにめちゃくちゃこだわってるわけないけど、でも好きで乗ってはいるし、ミニカーとか集めるのも好きだし、あと銃、エアガンですね、モデルガン、エアガンとモデルガン、本物は持ってないんですけど、あんま撃ちたいと思わないんだよね、本物。なんかピカピカさんよく本物を撃ちたいって言うけど、全然思わなくてさ。まああと当然ね、靴とかさ、スーツ、あと靴スーツ以外の服、普通にジャケットとかも好きだし、まああとは、あとまあネクタイとかもスーツに入っちゃうか。靴はちょっとスーツとは別個にするレベルで持ってんからな。あとコートも結構あるしさ。でそれだけだったらいいんだけど、やっぱ葉巻も吸うし、あと時計もあるしね。私最近ね、ガジュマルっていう木を買った。皆さん見てよこれ。ガジュマルを買ってみた。じゃあこの1097円、私値段も何にも見ないで買っちゃったんだけど、1097円だったなって感じ。そう、このね、根っこがなんか特徴的なんですよね。根っこじゃねえや、幹っていう。でも根っこどうだろう、なんかさ、至るところにコバエが湧いてきてさ、びっくりするんだよね。土変えた方がいいのかな。私昔あの観葉植物じゃなくて、なんだっけ、食虫植物をね、育ててたっていうか、まあ単純に置いてたんだけど、もうね、面倒見きれなくなっちゃって、本当に故意的に枯らした。申し訳ねえけど、いやあれね、ちょっとね、本当にもうなんか今でもね、ちょっと心が痛むくらいで、ね、申し訳ないなと思っちゃったんだけど、あれはだってなんでなんだかんだ 3,4 年は一緒にいたんじゃないかな。毎年花咲かしてさ、こんなすごい長いの、茎がで綺麗な花なんで、意外とほんでちゃんとね、種で本当にね生えてくんの、ハエトリグサ。面白かった。いや、そんなさ、思い出もあったからさ、いやでもこれ枯らすしかねえよなと思って。だって外に置いたって別に多分枯れるじゃん。そしたらちょっともう枯らしちゃった方が、もうなんかもうお互いのためかなっていう。捨てるんじゃなくて殺す的な。ちょっと見てなかった。見比べようとか言ったのに。まあね、全然ちゃんと落としてないけど、ちょっとささくれが痛いというね、まさかの事態に陥ってしまったんで、なかなか落とせません私もう今。ちょっと今リグロイン2回のアセトン2回くらいやったと思うんだけど、この状態まで持ってって今日一旦やめるわ。で明日ちょっと様子見て、様子見る。ちょっとね、痛い、痛くて力入んない。こうなんで アセトンのあれなのに、リグロインはしみねえんだこれ。お、リグロインしみないんだよね、本当に。なんだろうこれ。だからさ、普段もさ、意外と、まあ、アセトン使うことってめったにないからさ、普段も意外と結構こうあれなのかもね、ささくれとかだいぶ刺激になっちゃってるのかもね、悪い刺激っていうか、ワックス落ちねえなこれ。すんげえべった塗りされてるこれ、誰がやったのこんな。すげえよでも本当にこれ。
全然落ちない。だってつま先だけで今3回やってんもん。そんなことある？何のワックス塗ったんだろう、いつ磨いたんだろうな最後。いやそう、そんでさ断捨離しててさ、もう心がなんかね落ち着くというか、いや捨てることに落ち着くんじゃなくて少なくなった。いやでもね、わしねミニマリストじゃないから、ミニマリストにはならないと思ってる。なんでかっていうと、わしから物欲を奪ったらもう何も残んないわけよ。わしは探求心の塊なわけで、だから鏡面磨きをここまで、ね、突き詰めたんだけど、わしからそれ奪ったらもうただヤジ飛ばしてるわけわかんねえやつだ。嫌じゃん、そんな風になりたくないじゃん。だから趣味というか、まあ好きなものは残すよ。そのなんか全部捨ててさ、服もなんかもう白と黒だけみたいなさ、嫌じゃんそんなの。わしは嫌だよそれは。いやいいよ、たまに真っ白こう、それは違うな、真っ黒コーディネートとかさ、もうなんかもう真っ黒ドライブスルー行くだけですって時とかやるけど。でもね、何年か前はね普通にそれで歩いてた時もあった。あ、ニューヨークだっけ、イタリアだっけ、違法なんだよね真っ黒全身黒。ニュージーランド、オーストラリアだな、どうだっけ。なんかどっか違法の国あんだよね、真っ黒のコーディネートで出歩くの。いやでもね、真っ黒コーディネート、正直は最初は好きだったんだけど、あの古畑任三郎的な感じで、なんかねなんか違うんだなって。まあ、わしは、なんか、エンジ色を取り入れたい。エンジ色が好きだ。黒とエンジ色っていう組み合わせが大好きだ。そう、だから、今ね、いろいろ捨ててるんだけど、で、ここら辺もね、結構実は、動画全然映ってないけど、綺麗になってる、かなり。これ以上、捨てるのはね、ちょっと厳しい。まあ、もうちょっと捨てられはするんだけど、あと単純にストック？そのワックスとかさ、同じワックス、新品の、とかはあるけど、まあ、そういうのしまってもいいかもしんないけどね。しまうか、そういうのは。別にそんなすぐなくなるわけじゃないしね。そう、あとさ、カバンとかさ、私はエルメスのケリーを持っているんですよ。で、出かけるときは大体それを、大体っていうか、カバンを持っていかないんだけど、そもそも。まあ、カバンが必要ってときは大体ケリーか、ケリーの黒と赤、あと、サッカーデペッシュの茶色があるんですけど、まあ、どれかをね、コーディネートに合わせて持っていくんですよ。で、あと普段用のカバンっていうのもあるんだけど、それはフェラガモのやつなんだけどさ、まあまあケリーとかエルメスあたりはやっぱり捨てないとしても、他のはいらねえやってなってね、捨てました。まあまだ多分ねいっぱいあるんだよ。実は他にも忘れてるやつが、その辺もね捨てないといけないんだけど。でもね、私、この買って損はしてないと思ってんだよね。今までこう集めてきたことに。だって、買わないとやっぱわかんないじゃん。ああ、やっぱこういうもんは良くねえなって思ってさ、初めて捨てるわけじゃん。なんか、良さも悪さもわかってないのにさ、ね、のけるっていうのは食わず嫌いみたいなもんだからさ。ふっと私のその探求心からしたら、ちょっと許せないというか、何も分かってないくせに何なのみたいな。そうよ。
何にもわからないやつに振り回されることはないさって八か二分の一が言ってましたけど、そう、わし最近そのニューウェーブに、ニューウェーブというかニューウェーブなのか、一応プログレッシブロックとパンクが融合したような曲二度ハマりしてるっていうねどうしてって感じだけど、でもね、どうしてっていう風にちょっと自分でも思ったけど、なんか昔から聴いてる曲をね、なんかいろいろ好きな曲をね分析していくと、そりゃそこ行くわなっていうような曲ばっか聴いてたわけよ。ロカビリーでもチャーリーフェザーズっていうね、ものすっげえ癖が強すぎる、癖が強すぎて、なんか一部のファンはいるけど、一部のコアなファンはいるけど、大衆的なファンは全然いないっていう。そういうの良くない？わしそういうの好きなんですよ。そう、まあ八か二分の一っていうのはあれですね、本当にニューウェーブの黎明期の、日本のね黎明期のバンドですね。八か二分の一からあれだっけ、上野浩二と、あとなんだっけ、あのタラコタラコの人、タラコタラコの作曲家作詞家どっちで、八か二分の一と少年ホームランズっていうバンドが組み合わさってハルメンズっていうのが生まれて、ハルメンズに飲み屋なんちゃらと、あと戸川純が純レギュラーみたいな感じでいて、まあ、そっからゲルニカとかさ、まあ、単純に戸川純のねとかヤプーズとか、であとパッカ2分の1からヒカシューに行ったり、でいろいろね、結構あの辺つながりがあるんですよ。いやでもね、なんだかんだ P モデルはかっこいいわ。 P モデルかっこいいP モデルの良さ最初全然よくわからなかったんだけど、なんか良くなってきたわ、だんだん最近良さに気づいてきました。 P モデルやばいよこれ、完璧なクラック入ってるよこれ、ほら2つ完璧なクラックよこれ。これはどうしよう、まずいなこれは。完璧ですねこのクラックは、最悪ですよマジで最悪だよ。なんでこんなクラック入ってんのこの靴。そうだからさ、そういうさ、わしねレコードとかもね持ってんですよ。でけえじゃんレコードって、 LP はでか、 EP でもちょっとでけえし、意外とね多趣味なんですよね。だからまあ、だからその中でも本当にいらないやつは捨てるけど、必要なのはやっぱ取っては置く。だからミニマリストとはちょっと違うんだよね。ただ本当に必要なものだけをとりあえず揃えて一旦ね、でまたさいろいろ探していけばいいじゃん。だって今までの知識は消えてないから。言ってちょっと、いやもう私が痛がってん時にさ動画止まんじゃねえよって感じでね撮れ高なのにって、すっげえ痛かった。でも忘れてた、本当にリグロインの癖で普通にやったらバリバリバリってきたわ。
げえ痛い、これ本当に。だから染みるのをレベルじゃないんだよね、もう。電気ショックみたいなのが走ってくるんだよね。皆さん知ってます？あのさ、なんか脳科学で、なんかだいぶ解明されてきたらしいんだけど、これ前言ったっけ、なんか、これ触れるじゃん。触れました。普通さ、こう触れたら、あ、触れたっていう指先のさ、神経が脳に伝わって、触れたと感じているって思うっていうか、そうだとなってたじゃん。っていうか、普通そうじゃん。そうじゃなきゃおかしいじゃん。それが、なんか、実は、脳科学だかなんだかで、こう、触れたら、脳から指先に神経が行ってるっていう説がだいぶ濃厚らしくて。だつまりは、こう、触れてると思い込ませてるだけの、まあ、なんていうのかな、幻想っていうのかな、そういう感じにね、なってるっぽいんですよね。いやでもなんかこっちの方が色落ちるな、なんかほら茶色いよ、ほら、なんでこんな違うの。こっちなんか緑色みたいになってんけど、なんでこっち茶色くなんの。うまくあれかな、なんか染まってなかったかな。なんでこんな違うんだ。別に全然、あ、普通にさ同じやり方でやってんだけなんだ。まあこれだけやればでも紺色はできんじゃないかな、ネイビーできないかな。まだもっとやるべきかな。いや正直ね、よっぽどだったら水洗いだってね視野に入れてるんですよ。水洗いしてもいいかもしんないんだけどさ、クラッカーあるからな、これ。いや、ちょっと怪しいよな、このクラック。あ、ちなみにね、なるべくコバとかもやった方がいいんだよね。ネイビーにするからさ。まあ、コバの色は何色、あれ？何色とか決めてないけど。黒でもいいんだけど、でも真っ黒だとね、なんか多分浮くと思うのよ。なんか黒と青ってさ、なんかちょっと小学生中学生っぽい組み合わせっていうか、なんかちょっと裁縫セットとかにありそうなさ、なんたらドラゴンみたいなやつあんな感じになりそうじゃん、エプロンとか。うーん、なんでこんな違うんだこれ。全然違くない、ほら。全く違うよね、これ。ここまで違うと仕上がりも違いそうだな。あ、でも革質はそんなやっぱ悪くないよね。ちょっと、だいぶやれてんけど。この8888ラストっていうのがあんまり好きじゃないのかな、私。なんかね。まあでも状態としては、結構、こう落ちてはいるので、ちょっとね、ちょっとまあ乾燥ついでにやっぱり一旦置くわ。今日はもうこれで終了と思ったけど、一回リグルにやってみるか。なんかちょっとワックスっていうかクリームかなんかが残ってる感じがあるな、こうシワの部分とかさ、切り返し部分にちょっと光ってるんだよね。でこれがね、油の光だったりするからね、わかんない。であとね、このステッチの部分にかなりワックスが埋まってることあるから、それも気をつけた方がいい。
あとここね吹き出し分、あとここがね結構残る、つま先の方もそうだけど、ここね結構しぶといんですよ。こう爪でねちょっと強めにやんないとね入り込まないから、そもそもだから傷つけないようにね爪で、でも爪を使って落とすっていうのが一番ねやりやすい、このやっぱ隙間は。でも本当にね、わしのこういう動画をね見てくれる人ってやっぱり物を集めてから形から入るタイプっていうの多いと思うんですよ。わしはどっちかっていうとそういうわけではないんですけど、でも形から入るというよりかは、まあ、結果的に形にもなるみたいな、まあ、形っていうかその結果的にクレームが大量に揃うとかね、そういうことよ。でさ、物が増える人って多いと思うんですよ。好きなもので固めんだったらいいんだけどさ、なんか適当なもので固めてるのは良くないね。固めてるっていうのかそれ。やっぱり好きなものだけで固めたい。でさ、なんか必要になればまた買えばいいじゃんっていう。その捨てちゃってね。わしはね結構それが多かった。いやーこれでもまたどうせ使うんじゃねえかなーとか思って、なんかもう5年も6年も放置みたいな。あとねやっぱこれはねその男だからのかわかんないけど、箱を取っておく癖があるというか、売るときに箱があった方がいいとかさ、そういうの考えちゃうとさ、まあまあ確かにそうなんだよ。でも なんかさこのコグっていう時計のさ、偽フランクミュラーみたいな時計のさ箱とかあったよ。いらなくねと思って、まあ、よくはできてんだけどいらねえよなこれ、捨てたわ。あと保証書とかね結局保証しないし、なんか壊れたらもう捨てることが多いっていうか、もうわざわざ問い合わせないというか、いいよじゃあみたいな、新しいの買うわ。でさ、新しいの買った方がさ知れるじゃん、さらに。ああ前のはこうだったけど これはこうなんだとか、こっちの方がいいなとか、前の方が良かったなとかさ知れるからさ、やっぱその辺個人的には、いろんなものを試したいよね。やっぱり人から言われたさ正解の道はさ、一つの道ではあるかもしれないけど、その一つの道しかないから、その人はねいろんな道を経験してその道にたどり着いたと思うから、何かがあってもああこういう時はこうすればいいっていう対策がね、対応ができると思うんだけど、正解だけしか教わんなかった人っていうのはそれしかできないから、つまんないじゃん。でまあねそれね、仕事とかでも置き換えられんけどさ、私はこれ趣味でやってる。やべえわこれ、ほらこれすんごいクラック。そう趣味でやってるからさ、なおさらなんか正解だけ知ってたら、正解だけしか知らなかったらもう
趣味じゃねえんだよそれって、流れ作業なんだよ。私一回ね工場の流れ作業やったことあるの。一回3時間だから4時間くらい、半日くっそ疲れたあれね、できる人すごいよあれ。私本当にもう時計ばっかり見て、まだ5分しか経ってねえ、30分くらい経ったかなと思ったらもう5分10分しか経ってねえ、何これと思って、なんか体験みたいなやつだった。二度とやいやいや、そういうこと言っちゃあれだけどさ、すげえきつかったあれ。やればね、あれできる人すごいと思うぜ。あの後ほんとトラウマ級で、ちょっと二度とやれねえと思って、まあ、そんな話してたら、あれこっち側ってリグロインタンやったっけ。なんかタンって結構見落としがちだからちゃんとやっとかないとね。まああんまネイビーにねするのにタンなんか見ないだろうけど、まあそこは。あとね、完璧主義でもなくなった、ちょっと昔結構完璧主義に近かったね。やばこっち茶色いよねほら、なんかオリーブだ色が、まさにオリーブ、緑色がかってる、こっちは水色がかってる。何これ面白い靴だこの、ほらこれでもいいのかもしれない、意外と。でも色違うよね、これやっちゃうと怒られるやつ。色全然違うね本当に。まあいいや、今回はとりあえずちょっとこれで置きます。で、まあ次回ね、わかんない、明日とかさちょっと撮ろうと思うけど、そん時はとりあえずやってみるか、あのネイビーをどんだけなんかさ染色染まるかがわからない、これなんかもう何色なのかもわかんないし今何色なのか、そうだからちょっと試しに塗ってみます。だ今回はこれで終わらせるか、それとも明日一回もう一回リグロインやってみるか。あ、リグロインじゃねえ、アセトン。なんかさこの辺がさ気になるんだよね、ほらまだらになってるじゃん。こうやってさ、そのレザーフィックス的なあれが邪魔してんじゃないかなと思うんで、ちょっとこういうのは危ないんで。でもこれ色違うよね全然。そう、じゃあちょっと一旦ね、一旦置いて、でアセトンやって終了しますということで、また明日。さてあれからね丸一日経ちましたけれども、まあ今こんな感じ、結局同じ感じですね、まあ、大して変わりはない、変化なし。一回だけやってみっか、アセトン。これで次回、ネイビーにしていこうと思いますので。さて、あー、染みてるね、染みてますね今染みるかなと思ったんだけど、ちょっとだけ染みた、だいぶ治ったっぽいわあとちょっとで治る、多分明日には治ってんね、これ明日には治ってるわ。このなんだろうこれ、結構深いささくれなのかな。じゃあ、まあ、とりあえずこれで全体をもう、これ以上落とすのはね、まあちょっと皮がかなり傷んでるっていうのもあるし、まあ良くないなっていうのと、あともうネイビーにするだけだから、
こんだけ落ちてれば多分できると思うんだよ。これがさ、茶色にするとかだとね、まあ、焦げ茶とかでもちょっと厳しいわ。これだともうちょっと落とさないと、これ焦げ茶にするのもね、なんか真っ黒になっちゃう気がするんだけど、ネイビーだったらもうこれからこれが濃くなるような、っていうかもうなんならネイビーって言ってもさ、違うけど、まあ、ちょっと青足せばもうネイビーになりそうだけどね。これどうしよう、なんか汚れ落としというかね、え脱色、汚れ落としと脱色みたいなので、今結構な時間やってるでしょ。染色10分とかで終わっちゃったらすげえ悲しいんだけど、え、何だったのあの準備期間みたいな。まあ結局ね、準備期間が一番大変っていうね。まああの運動会とか文化祭とかあるあるなんだけど、いやー、なんでこんな色違うんだこっちどんどん茶色くなってきたぞこれ違いすぎるでよ全然違う色だよね、別の色のクスだよね。個体差とかじゃないよな、やばいな。あんまりさ、これ下地の色違うとさ、当然仕上がりも変わってきちゃうからさ、いや合わせないといけないな。多分こっち入りが悪かったんだろうな、ちゃんと落ちてないのかな。うん、なんか落ちてなさそう。こっちの方がなんかツヤが出てはいるけど、あんまないけど、こっちツヤすごいもん、ほらなんか。もともとあんまツヤがさ、そのレザーフィックス的なやつが、うまく落とせてなかったんだろうな。レザーフィックスって、あれだっけ？アセトンで落ちたっけ？溶けたっけ？溶けないとなると、もうなんか無理やりやるしかないんだよ。ガラスレザーとかはね、漂白剤で溶かせるんですよね。まあ皮がどうなっても知らないけどやりたい人はちょっとやってみてください。漂白剤漬け、マジでやったことあるけどボロボロになりますよ皮。あれはね、でもまあ実験としては楽しいかもしれないね。まあこんな感じで全然違う色の靴が仕上がりました脱色したら緑と青の靴ができたんで、どっちもかっこいいよね意外と。どっちも好きだなこれ意外とまあこれを次回ネイビーにしたいと思いますので、ぜひ見てくださいということで、以上です。それでは。